会社ってさ、何でできてるかってことな、考えたことある人はね、いると思うけど、会社ってさ、実は、ね、紙でできてんだな。で、今はね、最近電子登録になったから、要するにさ、法務局に司法書士がね、電子で登録するじゃん。そこで会社出来上がっちゃうんですよ。だから本来の姿はね、無価値なわけ。だからその無価値にどういう風な形をね、価値をつけていくかっていうのは、何かっていうとさ、究極的に言うとね、考え方なんですよ。だから考え方が要するに会社ってものをね、引っ張っていくわけだ。でそれに基づいて必要なものね、例えばこの事務所もね、うちの一社ビルだし、でこういう備品なんかも全部さ、お金出して買ってるわけだよね。でさ、買ってる理由って何かっていうと、必要だから買ってるわけで、もう一つね、じゃあその必要なものを決めていくって誰が決めていくかっていうと、人が決めていくわけだよな。だから例えばさ、物事考えるときに、要するに考え方で会社っていうのができてくるわな。で、そういうことを考えていくと、やっぱりね、大事なことはね、その働く人のさ、考え方だと思うんですよ。でね、今どんどんほら、いろんなさ、システム化がされたり、いろんなことやってるよね。でさ、すごくいいなと思ってるのは、コンピューターがあるよね。で、機械ってさ、人に代わる力を持ってるわけ。それは何かっていうと、人はね、記憶力っていうのがいい加減だろ、ね、で僕なんかもそうだよね。今考えてること、意識してることは頭の中でさ、ね、無意識の意識の中から意識を引き出して喋ってるわけだよな。でだけど、さ、意識しないとね、人は忘れちゃうわけ。とかね、コンピューターは、ね、ずっと記憶を、ね、入れていくと、要するにさ、保存されてるわけだよな。っていうと、人がね、例えば変わっても仕組みの中っていうことは、ね、変わらないっていうのがすごくいいことだ。昔さ、ね、例えばね、税商の会社でもそうだけど、一人がこうなんかいろんなことやってるな。でこいつがパッと辞めると、その仕事全部がなくなるんだよね。ところがシステムになってるとね、残ってるわけでね。優秀な、ね、人たちっていうのはこの仕組みをよく知ってるから、コンピューターをよく活用するよね。でもう一つさ、最近の、ね、コンピューターのいいとこはね、この記憶力だけじゃないんですよ。知識まで与えてくれるわけだから、例えば昔僕なんかが一つの本を書くのにね、要するに、僕は一番得意なのが、今あるかどうか分かんないけど、桜井町にある県立図書館に行ってさ、全部関係図書を調べて借りてきて、で、昔あったなんか、なんだっけ、箱根のね、なんだっけ、箱根、ね、湯本ホテルね、で、さ、温泉宿でさ、単独で泊めてくれるとかってどこもないわけだけど、あそこだけは事情を知っていてくれて、で、要するにさ、ね、一人なんだけどさ、って、ああ、先生、また、ね、どうぞどうぞ、なんつって、何泊ですかなんて言われて、で、そこで、わー、広げて、書いてね、で、だから、すげえコストかかったんだけど、今さ、自宅でパソコンで全部調べるわけだよね。で、そうすると、そのパソコンの中身の入ってるデータが、本当かどうかのさ、検証だけすれば、なんとなく知識っていうのはね、後付けでもできるわけ。つまりね、今この進化していく中でさ、学校教育ってあるよね。で学校教育ってさ、全部今はね、機械に頼れちゃうわけ。なんでかって言ったらね、別に興味があれば調べられるし、記憶力も機械に入れれば頼れるよな。っていうことになると、人間で一番大事なことって何かなってことなんだよね。会社の中に機械いっぱいありますよ。要するに、皆さんの机の上にね、必ず1台はあるはずだ、ね、でそこまではうちの会社って努力してるね。でさ、話は戻るけどね、昨日かな、夜さ、原稿書き上げて、夜ね、まあ、久々に自宅で飯食いもこうなって、飯食いながらテレビ見てたんだよ。そしたらね、なんだ、マグロのさ、漁船の話しててね、で、マグロ漁船さ、ね、今、大間のマグロのやつをね、みんなしてさ、そのね、その一本、ね、その初競りのやつで戦うわけだよね。で、これ、ちっちゃい船もあるし、大きい船もあるわけ。でさ、ちっちゃい船はさ、一人で運転しながらね、こうマグロを狙っていくんだよね。でもさ、ね、釣れないときは、もう、その、生死にかかるぐらいの売り上げですよ。もう借金く、頭の中どうしたらいいかな。で、子供の教育どうするだろうな、言っていろんなこと考えてるよね。で、一つはさ、システム化された高級な漁船があって、で、それが1日2本とか取っちゃったりね。さらにさ、代金を貸してるところは、もう、ね、マグロ専用船でさ、バカバカ取っちゃうわけじゃん。っていうところで考えたときに、一人の仕事かける一人の仕事は一
1×1 なんですよ。だから1つしかできない。だけどこれがね、要するにシステム化されてくると1人の仕事の分量っていうのが10人になるわけでね。仕事の仕方なんだけど、要するにね、1人の仕事かける1人の仕事ね、あ足すか1人の仕事足してってもこれは何も効率よくならないわけで、要するにね、今うちの会社の中でね130人ぐらい働いてるよね。でこの人たちってね、みんなパソコン使ってる、いろんなことあるね、全部システムがつながってるんですよ。もう一つはね、考え方がね浸透してないっていうことね。なんか仕事しながらふてくされる人いるよね。ふてくされちゃったらもうそれでこの人終わりだから、ね、要するに人は育てられないんですよ。なんでかって言ったら、ふてくされたら人もふてくされるから、ね、もう一つは仕事の中で、ね、楽しみがなかったらさ、人としてどうなんですかってことになるよね。でそれをね追求するかどうかっていうことで、それね、仕事は要するに、ね、物事、ね、当たり前だけども前に進めるときにやっぱりさ、ね、要するに下の人って瞬間で見抜くからね。で分かる？でうちのね、まあ良かったのは要するにアンケートとか取ってるね、掲示板もあるね。でだけどさ、残念だけど掲示板ってさ書きにくいじゃん。だけどアンケートではさね、いろんなこと書いてくるよね。朝うちで今ね、ラジオ体操やってるね。でラジオ体操やってる時にね、ちゃんとラジオ体操やってる人がいればなんか、こんなの意味あるんじゃないかなと思って知るかもしれないけど、人ってさね、組織でできてるわけ。体の中っていうのは何でできてるかって言ったら、要するに体の組織なんですよ。でここで免疫力っていうのは運動から発生するわけだろ。だからね、朝運動しないとダメなの。で俺前の会社の中でね、要するに、前職の会社のね、リーダーになってからずーっと社員ね、朝はラジオ体操させてるわけで、それ何かって言ったら仕事の効率全く違うんですよ。でね、一日座ってるとね、アンケートに書いてあったけどね、タバコ吸ってんのと変わらない、ね、害が体の中に蓄積されるそうですよ。初めて聞いたけどね。でそれも調べてみたら確かにそうらしいんだよな。ってことはやっぱり ね事務職の人は朝運動、ね、してください、ね、であともう一つは休み時間ね、まあ、少しさ、ね、歩いて外に出るとか努力することだな。そこで免疫力が高まれば仕事って効率よくなるじゃんってこと。つまり全てさ、ね、物事ね、働く上で大事なことは考え方だから。で僕今このね朝礼やってるじゃん。でね、今回ちょっとね時間なくてね、今年年賀状出してないんだよ。でなんかしなきゃいけないなと思ってるんだけど、年賀状書けなくてさ。でまあ一応ね、うちの顧客には、要するに、ね、DM 入れる封筒の中にね年賀状入れましたけどね、その年賀状の中にも一応考え方いろいろ考えて書いてあるわけでね。この朝礼やってるじゃん。で朝礼も要するに見た人はね、要するに社員はあんまり期待してないけどお客さんが期待してるからね、なんかやらざるを得ないな。もう8年もやってるんですよ。でこれね、なんでこんなことしてるかっていうと、俺は会社の中で一番重要なことは考え方だと思ってるわけだからね。考え方がダメな人ってやっぱりダメなんですよ、ね、でだけどね、考え方は今日変われば明日変わるから、ね、だからね、俺なんかもね前の会社の中でさね、いろんな不具合のことが不具を受けたこといっぱいありますよ、ね、ふてくされることもあった。だけど俺はね、翌日からそれはなかったことにするようにしてるわけだから成長できたわけ。とかこれ成長できない人ってそのまんまね衰退していくだけだろ。でね、物事っていうのは考え方で全部変わるっていうことをね、わきまえてる人とわきまえてない人でね、よーく見るじゃん、ね、不幸な人と幸せな人っているね。でそれ何かあったらさね、発する言葉ですよ、ね、発する言葉が不幸な人は不幸だ。それ何かあったらね、要するにぐじ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 文句言ってみたりね、ぐじ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 ね、改善自分でもしないのに人のせいにしてみたりね、会社のせいにしてみたり社会のせいにしてみたりするじゃん。つまんない人生になっちゃうわけだけど、要するにね、どんな不遇な状態でも幸せだと考えられる人っていうのはずっと幸せなんですよ。この間天皇陛下のね、美智子さんのねことが書いてあったけどね、要するに幸せな子供を作る教育はね、じゃなくてね、どんな境遇でも幸せを感じられる子供にしたいっていう、ね、それは要するにね、美智子さんだったのかな、天皇陛下のね人がなんかその原稿で残してて、あ、この人やっぱ素晴らしいなと思ったね。でそれは当たり前だけど、ね、子供だってそうじゃん。育てる時にあれしろこれしろって言ってると子供さ、ああ、ね、で親が見ていい子なんていうのは大人になっていい子じゃないから、ね、子供の時になんか
さあちょっとねあの自分の独自の考え方を持ってるやつが成長していくと、ね、要するに ある意味でさどっかでせ、ね、もっと成長する形になるね。それ何かあったらね、すでにその境遇に合わせて自分の考え方を要するにね今もっと幸せになるって思う力があるってことだ。だからあのね俺ねだんだんこう人ってね上に行けば行くほど楽になっちゃうってダメなの。当たり前だけどね上に行ったら苦労しなきゃダメで、苦労しない上の人っていうのはやっぱりね要するにあのね、不遇な人いっぱい作っちゃいますよ。 ここは重要だからね、もう今年からはね少しずつ考え方をね、きちっとさあのやってもらおうと思ってるわけでね。今僕ここでねあの、鎌倉本店でちょうどやってるね。僕いない時はねあの山内君にやってもらうで、東京ではねあのね木内君と中本君で交代でやってもらうで、それをねちょっとねあの朝礼としてねちゃんとやってもらいたいわけ。なんでかったらこの人たちの考え方わからないからあの言わなければね。で普段からの付き合いで、ね、あの考え方分かると思ってるのは近くにいる人は分かるよ、遠くにいる人は分からないですよ、ね、だからそこは、ね、要するにちゃんとした考え方を持ってるかどうか僕もそれを聞きながら判断したいと思ってるから、まあ、ぜひねこれを継続してもらいたいと思うね。僕はね考え方ってすごい重要、ね、であともう一つねあのね教人っていうものの考え方があってね、教人っていうのはお互いに認め合うってことね、でそのお互いに認め合うことができない人っているわけ、ね、要するにそれは孤独になるわけで、孤独な人ってやっぱりね要するに認めることできないから認められないじゃん。だから結果的にねどん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 ダメになっちゃうわけね。でいうことになるから僕は孤立って一番良くないなと思ってるんで、まあ、そこはやっぱね教人の物事の考え方をぜひねあのみんなで少しずつ学んでもらいたいと思うね。お願いします。以上。